お待たせしました。第1試合選手入場です。トンチャスタート渋谷アベマズ大井隆晴、開幕戦からすでにファイナルへとつながる道をチーム4人で歩いてきたアベマズ。今日獲得したポイントが、今日失ったポイントが今季の優勝者の行方を分けるかもしれません。大混戦のランキングの中立ち上がったのはやはりこの男、最速最強大井の挑む今季18戦目です。なんちゃスタート EX 風林火山二階堂亜希、堅い守備とそれに伴う安定感で連帯率2位を誇る亜希ですが、攻めを強めた時は大きなトップの前触れです。前線初戦以来の2勝目を挙げ、今夜は連勝へと挑む一戦。風林火山が再度首位争いに加わるプラスとできるでしょうか。シャーチャスタートセガサミーフェニックス近藤誠一、決して極端なスタイルではないはずですが、ここ最近はトップガラスかといった成績に。今夜はもう一度立て直しを図る一戦です。大きく崩れればセミファイナルまで危うくなるこの状況、フェニックスを安泰の位置へと押し上げる活躍をぜひとも期待したいところです。定着スタートコナミマージャンファイトクラブ滝沢和則、滝沢個人は常に上位をキープしていますが、チームは行ったり来たり、ファイトクラブらしい推移ではありますが、いち早く浮上路線に切り替えていきたいところです。ここは安定感が強みのこの選手に託しました。上昇ムードを作り出す今季6勝目とできるでしょうか。よろしくお願いします。M リーグ2021開催66日目の第1試合です。ちーちゃんアベマズ大井、なんちゃ風林火山秋、シャーチャフェニックス近藤、ペイチャファイトクラブ滝沢の並び、トンの一曲ドラは3層でスタートいたしました。解説は渋川南波さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。それではまずハイパイからです。アベマズ大井、ドラと赤があって役配ハクが統一、いいんじゃないですか。メンツもできた、これは泣いていきそうですね。5800よしと、はい、そしてあ秋も赤赤で2メンツかなり整ってます。そしてシャーチャの近藤、ここもマンズ1メンツ、少し端の方に寄っている構成になってますか。そうですね、数案を切り出そうですね、はい、どこかで。竹さんのメンツがあってチューン統一でドラ1枚、竹さんチューンは当然のごとく泣いてないですね。1枚目は秋が第1弾に切ってますが、これは泣いていません、はい、さあ渋川さん、全員ハイパイ見ていったところ、皆さんなんだか戦えそうな手になってませんか。そうですね、かなりいいんですけど、やはり大井選手がいいですね。親の親番もうこれですよ、形はできてるし、ハクのポンもできるし、自由自在ですよね。はい、ただポンをするためにはハク切られないといけませんが、このハクは、はい、これが切られますね。誰も持ってないと言おうとしたら、アキが持ってきてそのままつもぎり、多いハクをポンして前に出ます、はい、これ E1 切るかローソー切るかで結構選択変わるんですけど、ええ、ローソーって危ない範囲なんですよ。真ん中の方ですね、はい、多い選手って結構守備的に打つじゃないですか、はい、でもローソーを残したのはドラの3層引きを、ね、考えてるんですよ。あ、3層が頭になると今度スーチー層の両面ができるんですね、はい、次の手ですけど、はい、あ、まあ、これできない、泣けたんで一緒なんですけど、これ、ね、そうですね、ローソーを持っておくと3層を引いたとき2層を切って漫画にできたので危険を生じローソーを引っ張ったと。なるほど、少し攻めの姿勢が見えたわけですね、はい、さあ大井がテンパイです。イースー層待ち、ハクドラーカ5800のテンパイです。今ならまだ切りそうですね。イースー層結構使われていますね。秋にスー層2枚、近藤にイースー層2枚、場にはイースー層1枚、山には残り3枚です。ただ秋選手総数4456ですからね、余ってもおかしくないですよね。数層が使い切れるかどうかが秋の運命を分けます、はい、秋も勝負で。ヤンワンにくっついたら数層が出て、数層にくっついたらセーフと、うん、近藤のイー層は頭になっているので出ることはなさそうですかね。いや、ありますね。あるんですか。これ近藤選手結構手が良くないんですよ、ドラマーカーもなくて、はい、例えば秋選手からリーチ来たら現物イー層なんで統一落としとかありますし、そんな未来が、はい、なんならリーチ来なくても大井選手の仕掛けに苦しんで降りて端っこのトヨタとしてもありえますね。
そうか、勝手にもうこれ頭出し大丈夫だろうと思ってたらそんなこともないんですね、はい、手が悪いんですよ。赤もドラもなくて、はい、大井選手2フールしてて、うん、さあ竹澤がここで2枚あったチューンを落としに行きます、はい、竹澤選手はかなり守備的に打ってますね、うん、やはり親の大井の仕掛け気になってますね、うん、あ、嘘、これは使い切った上にね、1枚消しましたから、はい、ただリーチとなるとやはり近藤選手イーソーというととしては危ないですね。なるほど。さあ多いの上がり牌、イースーソーはイーソーとスーソー山に1枚ずつになりました。秋選手がポンとかチーとかしてテンパイ取るとまたわからないですね、うん、近藤選手はそこまで秋選手を警戒するかどうか、秋も赤赤を持っているイーシャンテンです。勝負で多分ポンテンチーテはもう取ると思うんで、大井選手2フールしてますし、そうしないと間に合わないという判断になりそうですか、はい、そうなった後が勝負ですね、はい、親の大井がテンパイ、イースーソー待ち5800のテンパイです。そこに秋が追いつくかどうか、で追いついたとしてリーチするかどうかもありますね。うん、単野は赤赤闇点にしてると出た時に5200点、はい、リーチというと8000点以上が確定します。竹澤選手は3ピン切っておりかな、あ、チューンか、うん、かなり目いっぱいに構えてる印象ありますね。で3ピンが秋選手にも近藤選手も通ってるんで、まあ、いざとなったら3ピンで降りようという感じですね。なるほど。さあ秋チーマンが2枚になりました、うん、安全に行くならパーソー、まあ、安全でもないんですけど比較的通りやすいのはパーソーでしょうか。ここいやでもそうでもないか、マンズの方が通りやすいかもしれないです。チーしてローソーだったんで、ええ、大井選手ウッパーソーの方が危なく見えるかな、うん、1枚切りのパーソーの方を切っていきました、はい、秋リーシャンテンキープ。やっぱりマンズの方がヒントなさすぎるんで、ローソーはローソーが早く切れてるんで、うん、カンパーソーとパーソーしやっぱ少なくともないんで、確かにマンズは真ん中の方が全く切られてないですからね、はい、マンズがもう具形攻撃、うわすぐに引いた、あれこれでテンパイ、ウーマンチーマンのシャンポン待ちスーソー使い切りました。ただチーマンはここに2枚、ウーマンは王位が1枚持っているため、秋の上がり牌は山にウーマン1枚のみです。ただイースーソーもあとイーソー1枚だけですよね。1対1になりましたね。これはどうなる、うわんだー、すごいの引いた、うん、秋の上がりだ、スーソーを使い切っての単葉赤赤5200点、秋が多いから出上がりました。トーン1局からどんでん返しのような展開でしたけれども、はい、スーソー何枚引いたんですかって言われてましたね4456使い切れるかなと言っていたら、その後2枚引いて4枚使い切りの上がりです、はい。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。